あらゆる YouTuber はもうほとんど失業すると、広行メーカーでみんな喜んでるのと同じようにですね。みんな必要なのは広行というキャラなんですよね。 で、そうすると本物のひろゆきが話していることよりも、キャラとしてのひろゆきが、いかにも話しそうなことを、こんなことを話してほしいっていうふうにですね、数十万人が考えて、カタカタカタっと考えたことの方が、現実のひろゆきがですね、話すことより、ある日面白くなっちゃうっていうのは、もう時代の必然でですね、失業ポイントに向けてですね、僕とかひろゆきはですね、頑張って働いてるんだと思います。AI の各絵で絵師は失業するかというやつで、まあ、二つ質問来てるんですけども、最近、えっ、ー、と、 ミッドジャーニーやステーブルディフュージョン、ミミックなどの画像生成 AI の画像に注目が集まり、いろんな問題を引き起こしています。自分は18世紀の産業革命の余波が、時間をかけてようやくニッチな絵師業界に到達したと理解しようしています。岡田さんは、画像生成 AI の発展でサブカル業界にどのような影響が起こると思いますか。 絵師たちは本来の腕でなく、効率の良い設備投資ができるかも。生き残りにはそういうのが必要になってくるのかなと思っています。というですね。質問です。絵師と呼ばれるイラストレーターの方、全てをですね。失業させるようなまあ、大問題だというふうに僕は。 あのちょっと思ってますけど2つ目ですね最近ツイッターで AI にによるイラスストの自動生成サービスが話題になっていますこのサービスで有名なイラストレーターたちの著作物を混ぜて AI に学習させ第三者に自分の著作物として利用さ,、えー、されることが、えー、一部の人から反感をかっています自分が心血を注いで描いたイラストを利用されることや何の努力もしていない人間が絵を作成できるようになることに嫌悪感があるようです。 私ははこのようななな価値観は時代に合わなくくなっていいと思います岡田さんはこのことについてどのようににお考えになりますかまた、えー、少し話がそれますがこのようなサービスが普及すると作画コストが激減してアニメーターの職が失われていくと思いますか流行ってる絵のです、ね、描き方のパターンをですね AI に学習させてで自分の著作物のように発表するっていうのってこれは何かあらゆる絵描きとか漫画家とかイラストレーターが 別に昔の,あの著作物が切れてるやつのパターン例えばゴッホとかですねなんかそういう風なパターン風の絵だから許されるでも今の絵描きだったら許されないっていう言い方する人もあると思うんですけどもでも漫画家って基本的にあの自分が好きな もちろん、今も生きている漫画家の漫画の描き方とか絵のパターンっていうのを頭の中で混ぜてやってるわけだからじゃあそれを AI がやったらなんで非難されるのか。 でじゃあ人間がやったらオリジナリティがあるってでもそれを混ぜることがオリジナリティなわけですよねでその混ぜ方の中に自分が入っているのかどうかというふうなことになってきてですねオリジナルとは何かという話になってくるじゃないですかだから僕はあの基本的に AI が描いたものに自分が描いた絵のパターンというか書き方を盗まれて だから AI にこんなことをさせてはいけないっていう論法には勝ち目がないと思ってですね。いい悪いではないです。いい悪いで言うとその自分が苦労してなんだろう編み出した自分なりの表現っていうのを AI にパクられるのはそれは嫌なのはわかるんですよ。そのいい悪いで言うとそれはなんか許されるべきでないというその論法はわかるんですけども勝ち筋ではないなとこれはまあなんか今後数年間か10年以内に起こる大きな流れの中でここもなくなっていくよなと。 まず最初はイラスト屋の描くイラストの無料の配布というかですね無料使用をされているおかげで多分そのアマチュアのイラスト描きの人とかですねアマチュアのイラスト描きっていうかね 絵師と呼ばれるような人でなくてどちらかっていうと地方自治体とかです、ね、小さい商店からです、ね、発注受けて描いていた町のです、ね、ちっちゃいイラスト描きみたいな人たちがものすごい淘汰されて食えなくなってきたというのがこの3年ぐらいの流れだと思うんですけどもここから先の流れはですねちょっとオリジナリティがあるようないわゆる 町の,のイラスト描きよりも上の人たちですか超メジャーなその人が描いてくれたらもうそれだけで値打ちがありますありがとうございますという鳥山明とかですね大友克弘とかですねあとあのワンピースの小田さんとかそういうクラスでない人たちの仕事をまあここから先奪っていくんだろうなっていうふうに思いますこれはいい悪いではなくて大きい時代の流れとしてじゃあどういうふうにしようかっていうです、ね、話になると思うんですけどね。 あとあ、ここで聞かれてるです、ね、アニメーションの話に関してはアニメの作画は無人化が進むでしょうね。つまりここから先ですねその絵コンで描く人間は AI のアニメーターが描きやすいようなその動きで発想すると思うんですよね。つまりここのカットはちょっと見せたいから人間に発注するここのカットは流して見てもらっても構わないから AI の方で発注すると。 書き込みが多くて影とかが多い複雑でこれまで人間のアニメーターに負担をかけていたカットを動かすのに関しては 向いてると思うんですよね。<laughs> なので結果的にアニメーションのですねクオリティは上がったように見えて、そしてアニメーションの制作コストは下がっていって、でこれまでですねその一生懸命絵を描いてですねアニメ業界ではいあのなんか食べてきた動画マンとかはですねちょっと食えなくなってくるんじゃないのかなと僕は思います。原画はまだ生き残るかもわかんないですけども動画はちょっと厳しいんじゃないのかな将来的にはですね漫画も同じですね漫画もその小回りと 見開きのどういうふうに小回りするのかどういうふうに見せるのか例えば「ブリーチ」の作者の,です、ね、その「ブリーチ」というタイトルの出し方とかもですねもうあれも。 その AI のディープラーニングのです、ね、対象になると僕は思うんですよね見せ方っていうのはどんなふうにこわればみんな見るのかっていうのは漫画が量産されればされるほどデータが溜まっていくわけですからですねその、まあ、AI が覚えて自動生成することも十分可能だろうとそれは今可能だ来年可能だというんではなくて数年以内に可能になっていくのは もう明らかでなってきて、きそうなると僕がこういうふうに喋ってるような内容も漫画にした方が面白いじゃん漫画にした方が簡単じゃんというふうなことで その岡田斗司夫が話していることを素早く数秒後に漫画にされてですね <laughs> で数秒後にゆっくり解説みたいなやつで YouTube に上げられるとあらゆる YouTuber はもうほとんど失業すると多分僕を含めて失業するという未来はある程度僕には見えてるそれの中間段階がどん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 見えてるわけですね広域メーカーでみんな喜んでるのと同じようにですねあれがですねそのまだ広域が言ってそうなことを人間が考えなきゃいけないじゃないですか。 でもそれがもうなくなってくるといわゆるホワイト革命であの僕はプレミアムの方で講義してるのでキャラ化っていうのがあのすごい重要になってくるのと同じでみんんななな必要なのはヒロキというよりキャラなんですよねで。そうすると本物のひろゆきが話してることよりもキャラとしてのひろゆきがいかにも話しそうなことを ここんなことを話してしってほいいううふにです、ね、数十万人が考えてカタカタカタと考えたことの方が現実のひろゆきがです、ね、話すことよりある日面白くなっちゃうっていうのはもう時代の必然でですねそのシ,シンギュラリティとも言えないんでしょうね。あの僕ととかひろゆきはです、ね、頑張ってて働いいるんだと思います。別にそれは恐ろしい未来ではなくてそうなったらそうなったでじゃあ次はどんな面白いことをしようかって考えるだけなのですね。 YouTube という仕掛けとかですねニコノモの配信という仕掛けもこういう仕掛けが生まれたおかげで失業した人がいっぱいいるわけですね。 そういう、いっぱい失業した人のその屍の上に僕やひろゆきは乗っかってですね楽しく商売してるわけなんでこれもですねそれはもういずれ崩れてくるのは当たり前だと思うんですけどもですねまあもちろんのだから超優秀なアニメーターとか超優秀な漫画家とか超優秀な絵師の方は生き残るんですよ。しかし大半の漫画家は職業として成立しなくなると思いますし アシスタントも同じです、ね、まあ、あと3年ぐらいで大きな変化が目に見えるようになって。 最終的なです、ね、変化で食える食えないという問題はまだ10年ぐらいかかると思うんで、まあ、僕はここでいやアニメーターとかイラストレーターとか漫画家とかであの中間的なポジションにいる人危ないよと言ってもその人たちが本当に危なくなるのにまだ5年から10年ぐらいかかると思うのでちょっと僕のね大体こうなるだろうっていうのは当たるんですけどもみんなそれ聞いて来年再来年の話って思っちゃって岡田斗司夫またあのいい加減なことを言ってるとかですねそんな時代来るはずない っていうふうに言う人がいるんですけどもあのちゃんと5年後10年後にはそうなりますからもうねこれってそ,のそうなるべきじゃないとか考えてるとずれちゃうんですよ時代っていうのはそんなもんだというふうに考えておいてください。